イエーイ。正直いろんな人が打って誰を称賛したいか分かんないけど岡山みんな打ったから今日はすごい気持ちいい勝ち方だと思います。このいい流れをまた、土日そして福岡に持っていければいいと思うので、今後とも熱いご声援のよろしくお願いいたします。イエーイ。はい、そしてですね、二次会なんですけど一番最初に、9回、ダメ押しのツーランホームラン打った石井選手、外野手争いも今非常に激しいので、頑張ってね、レギュラーの差を取ってもらいたいと思います。頑張れ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 石井峰、頑張れ頑張れ石井峰、頑張れ頑張れ石井峰。覚えてる人？はーい。分かんない人？はーい。じゃあ、ここにポスカードがあります。とりあえずアカペラで歌うので、ね、見えますか皆さん？第一力の限り乱せ魂を震わせて、第一希望の空へ風を越えて突き進め。第一力の限り踏み出せた街を震わせて、第一希望の空へ風を越えて突き進め。はい、もう一回、なんとなくメドレー分かった、メロディーが分かったと思うんで、分かる人頑張って覚え出して歌ってみてください。いきます。
エッセルさってバレーに、エッセルさってバレーに、ララ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 ラ皆さん自信持って大きな声で歌えれば大丈夫だと思いますので、一回ドライブとラッパ入れてやってみたいと思います。これでオープン戦首位が確定しました。はい、この調子でですね、今選手 もう本当にシーズンに向けてもう最終調査に入っていると思いますので、我々はもうですね、喉の調子など今もう僕ガラガラなんですけど、皆さんで、ね、開幕に向けて、しっかり、ちゃんと最終調整していただいて、また熱い熱いご声援のほどよろしくお願いいたします。1戦目は星形のパーツが光るブルーライズステッキ、2戦目は素晴らしいブルーライズステッキホルダー、そして3戦目はバッタバタのステッキホルダー、歓喜の電話アカペラでリクエストがあったんですが、今日終わりたいと思います。マリーズが本当に好きだから、みんなでこの喜びを分かち合おう。それでは最後に3文字目やって終わりたいと思います。お手洗いかけ。